12021年投稿旅行代理店の中でも安さが売りなので人件費は安いまずそもそもの基本給が低く昇給も毎年2000円程度とスズメの涙さらにコロナで商業がカットされてどうしようもない4ヶ月程度は支給されていたのに一気にゼロとなり年収はなんとか300万円ギリギリこんなことになるなんて夢にも思わなかったお疲れ様です社畜ジャパンです今日は HIS の会社の口コミを紹介します口コミ2 まずは HIS の年収関係を見ていきましょう。有価証券報告書によると、平均年齢36歳、平均勤続年数12年、平均年間給与は410万円とのことでした。口コミ3。2018年投稿、体育会計であり激務のため、1年弱で体を壊して辞めました。残業も非常に多く、21時までに帰れたらすごく早く帰れたというレベル。その割に給料は安く、年収は300万円もなかった。 平日の昼間は手も空いていましたが、仕事終わりに立ち寄る人が多いので夕方から本番。女性が圧倒的に多い会社ですが、やはり美人は何をしても優遇されます。口コミ42022年投稿 見出し残業42時間でそれ以上はサビ算。仕事の構造上残業が前提となっており残るのが当たり前。先輩方は皆さん優秀な方ばかりだったので、すごい速さで仕事をさばいていました。でも優秀な方ほど新人教育も任されるため、ノルマを達成しながら新人の世話も兼務。業務量はとてつもなかったと思います。メリハリをつけて早く帰っている日もありましたが、それは本当に月に数回程度でした。口コミ5。 引用、労働組合設立支援団体ツイッター。年収が低いのは自分のせいでしょうかそれとも会社のせいでしょうか人事異動も直前で引き継ぎもろくにできない。問題報告書を書かせるよりも、まずそのミスを防ぐシステムを作ることが先決でしょう。何でもかんでもオペレーターに責任を背負わせないで。それで自腹を切ったら首なんて切なすぎる。口コミ6。 2019年投稿、電話応対がとにかく多く、コールセンターではクレーム対応に追われた。営業担当と電話対応の担当が異なるため、話も通じず、対応に時間がかかることもよくあった。そのため、さらなるクレームに発展することも多く、困った。また、新規案件の発掘のためにはテレアポも必須。なお、副業 OK を謳っているが、許可されないことも多く、外向けに副業の容認をアピールしている会社です。口コミ、7。 2018年投稿、社員一人一人が自分のノルマに追われていたせいか、人間関係がギスギスしていました。お客様の取り合いみたいな雰囲気はありましたね。一度先輩のお客様だと知らずに予約を取ったことがありました。そうしたら、あのお客様、私のリピーターなんだけど、と強い口調で言われました。ちなみに営業は根付けなどもすべて販売できるし、表彰も営業のみなので、一部の営業は神様を気取っている。口コミ、8、2018年投稿、 入社3年目、大卒、年収280万円。繁忙期は時間外が80時間を超えていました。営業職の場合は業績給を選択するのが暗黙のルールで、私も業績給を選んでいました。そして業績給の場合は40時間のみなし残業になるため、実質ほとんど残業代はつかず。実際40時間は普通に超えるのですが、ノルマ未達で、なんでこんなに残業をしているんだ。残業代でいくら稼いでいるんだ、と、サビザンなのに上から責められることが多かった。 口コミ92022年投稿コロナ前に辞めたので今はどうかわかりませんが激務というよりも仕事の割に稼げない会社でした加えて自主的な休日出勤やサービス産業が多いのが実情ですそうした年収を時給換算したらコンビニのバイトの時給並みかそれ以下になりますよ年収400万円も別の世界のような話でしたし口コミ102022年投稿 朝から深夜まで働いても手取りは15万円ほど。旅行代理店は夕方以降にお客様が来店されることも多く、定時で仕事を切り上げること自体不可能。在籍していた当時、定時は19時だったのですが、18時くらいからお客様を接客すると確実に定時オーバーになります。商品の案内から入って、手配、請求書の発行、入金までの流れで、だいたい2時間くらいかかってしまいますので。また、とにかく上司から同期と比べられるので、本当に飲み会には行きたくありませんでした。 口コミ112017年投稿女性が多く大奥のような職場なのでかなり容量が良い人じゃないとやっていけないですね人間関係でつまずく人も多いです特にハズレなおつぼねさんに当たると悲惨でマイルールを乱すとヒステリーを起こすので参ってしまいます過酷なノルマと長時間労働のコンボでみんな心に余裕もなくなりますよね若手人材育成に力を入れておらず3年目以降の人材はなぜか新人をいじめがちになる口コミ12 2022年投稿専属担当制になっているので自分の担当ではないお客様のフォロー業務をしても成績には反映されない18年働いている先輩のフォローをしたところで無意味だから自分のお客様の変更や取り直しの作業を他のスタッフの方にしてもらうことはタブーなんですあとはシフト制だったので自分のお客様が休みの日に来店される点が一番しんどかったです対応のために休みが潰れることになりますしそのタイミングも読めませんから口コミ13 2022年投稿、ノルマを達成するためには何だってしていました。親や親族だけではなく、友達までガンガン営業をかけていました。また、スペシャリストとしてのスキルは身につかないので、他業界への転職は非常に苦労することになります。ピーク時は毎日終電帰りでプライベートはありません。確かに旅行が好きでこの業界を志しましたが、発球激務であり、何より先行きが暗すぎました。それでもこの会社で出世したいのなら、人に助けてもらい、自分の成果としてアピールすることが大事。 口コミ142022年投稿 OJT という名の放置教育が特徴体育会系でとりあえず現場に飛び込んで見て盗めという考えなので面倒見のいい先輩がいるかどうかただその先輩も乗るまでバタバタしており指導する時間も限られるため新人のうちはとても辛いまたせっかく育てた新人も発給激務に耐えかねてすぐに辞めてしまうので虚しくなる首都圏では勤務地手当2万円がつくが田舎だと手当はゼロなので収入に差がつく なお、ノルマは都会、田舎問わず同じ水準。口コミ152022年投稿、社員の多くが入社して3年でいなくなり、どんどん入れ替わっています。もう HIS には人を送らないという専門学校も増加している。25歳の賃金で営業しているとコストは確かに安上がり、JTB と HIS の賃金が平均で一人当たり300万円違えば、1000人で30億円になります。 放っておくと労働条件は安売り競争になります。ただ組合がなく団体交渉もできないのでどうしようもありません。口コミ162017年の記事 HIS に是正勧告5回労働基準監督署違法残業で2014年以降違法な長時間労働があったとして HIS は5回の是正勧告を受けていた法人向けの営業を担う部署の社員2人にそれぞれ最長で110時間と135時間の残業をさせていたという HIS 労使協定では、繁忙期の残業時間の上限は月78時間で、これを大幅に上回っていた。口コミ17ポジティブ2022年投稿3級1級時短などの各種制度は整っているし、女性スタッフが多い会社なので働きやすい。時短勤務は子供が小学3年生になるまで継続できます。もちろん繁忙期は残業も長くなりがちですが、出産、子育てのために離職する女性は減ったという印象です。 働き方改革や人手不足の状況を踏まえて会社も変わろうとしているのではないでしょうか。口コミ18ポジティブ2021年投稿コロナ前までは年に数回現地研修がありました会社負担で海外に行く機会があったので旅行好きなスタッフにとっては非常に魅力的でした 写真や文章だけではわからない空気感を学ぶことができたので、私は良かったと思います。世界情勢や航空業界の知識も身につきますし、自分自身の教養は間違いなく深まると思います。口コミ、19、ポジティブ、引用会社ホームページ、インターンをして入社しました。臨機応変に対応する先輩を見て、この業界を目指すモチベーションも上げることができました。毎日海外旅行パンフレットを見たり、業界知識を勉強することにより、世界を身近に感じられるようになりました。 おかげで3ヶ月のインターン中に2回も海外旅行をしました。少しでも旅行業界に興味があれば足を踏み入れてみてください。口コミ20これで最後です。2021年投稿コロナで年収が120万円下がりました。このままでは生活できないので転職しました。元々の給料が低かったことに加えさらにボーナスなしだととてもじゃないですが生活できません。激務でやりがい作手のお手本のような会社だったのでもうついていけませんでした。 有価証券報告書を見てみると、実際にコロナ前は平均年間給与は500万円でした。しかし、コロナ禍においては平均年間給与が367万円と、およそ140万円年収が下がっています。以上が HIS の会社の口コミでした。皆さん、どう思われましたかぜひコメントで感想を教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか 今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひぜひこちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では、さようなら